それでは、王将戦第2局解説を務められました稲葉陽八段に、総括の解説をお願いします。よろしくお願いします。第2局、相掛かりの将棋となりましたけれども、総括するとどういった将棋だったでしょうか。そうですね、相掛かりの中で、実戦例はあまり多くない将棋だったんですが、プロの中では、テーマの一つだったんですが、その中で2人の深い研究が得られて最新型と言えるような将棋になったと思うんですが、その中で、羽生九段が関して積極的に攻められていって、非常に難しい将棋だったとは思うんですが、後手の藤井王将の方が本当に受けるのがかなりなかなか難しいというか、対応が苦慮される時間が非常に長かったかなというところで、羽生九段がペースを握られる時間がなかったかなというところだったんですけど、最後もそうですね、本当に羽生九段の差が予想以上に危なくて、本当に危ない変化がたくさんあったのですが、その中で羽生九段が本当にギリギリのところを読み切って勝ち切ったというところでしたね。本当に見応えな将棋で、本当に藤井王将も経験してもやっぱり本当にギリギリのところで、本当に藤井王将に勝つのは大変だなというのを改めて思わされる一局で、本当に見応えのある一局でしたね。結構藤井王将最後は猛攻を仕掛けて、終盤力のある藤井王将の攻めっていうところだったんですけど、なかなかしのぐのは大変だかと思うんですけども、そうですね、そのところ本当にギリギリのところで羽生九段がしっかり全て読み切られて、最後しっかり勝たれたというところですかね。あと七番勝負第3局以降の、今後の展開をどのようにご覧になりますか。そうですね、ただやっぱり藤井王将が、先手番側コスケ21連勝中ですか、本当に先手番で強いですので、本当に先手番がキープするような戦いになってくるかなというところはあるんですけど、どちらがブレイクするかという、そういうような意味合いも強くなってくるかなというところで、次先手番の藤井王将がどういう作戦を用いられて、羽生九段もどのように対策していくかというところで、後手番やっぱり少しの先手番が少し有利というところなんですけど、本当にこの2人のレベルの高いところと、その少しの得を生かすか、その攻めぎ合いというか、そのあたりが注目になってくるかなと思いますね。第3局の戦型の予想というのはどう。そうですね、藤井王将はどちらかというと先手だと角換わりを目指されることが最近は多いのですが、その中で角換わりを受けて立つのか、九段はいろいろ指されますので、横歩取りであったりとか、一手損角換わりであったりとか、雁木であったりとか、本当にバリエーション豊富されますので、その、あたりで、これから1週間作戦を練ってこられるかなと思うので、ちょっとそれがどれかというのはなかなか難しいところなんですけど、どれを採用されても非常に面白い戦いになるかなと思いますね。ありがとうございます。ありがとうございました。